今週の注目馬ザ・ピックアップ。この動画は宗広義隆の中央競馬全レース開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報になります。こちらが狙い馬についている印の解説になります。気になる方は動画を止めてご覧ください。はい、では土曜日東京競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りとなっています。4レースのアブルハウルは敗因を探りたいとしている馬で三角の状態です。同じく4レースのメディスは軽いダートで巻き返し注意としている馬です。芝ダートの重い軽いについては概要欄に説明がありますので、ぜひそちらをご覧ください。メディスは三角の状態です。6レースのブロードマリーは決め手強化昇級デモとしている馬で三角の状態です。7レースのネイキッドロマンスは軽い芝向きが判明した馬です。9レースのインコントラーレは危険マークがついていて控える形が課題としている馬です。同じく9レースの MT グランは 1200m か 1400m どちらがベストかと探っている馬です。同じく9レースのカズラポニアンは初戦のパフォーマンスが優秀だった馬です。同じく9レースのベストリーガードは危険マークがついていて控える形が鍵としている馬です。11レースのアブレイズは重い芝に戻ってさらにとしている馬です。三角の状態です。同じく11レースのセラピアは直線の長い広いコースで狙いたいとしている馬です。12レースのプレイヤーズハイは東京 1400m 戦果としている馬です。はい、続いて土曜日阪神競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りのち雨となっています。8レースのニューフロンティアは昇級でも通用としている馬です。10レースのナイタブレードは重い芝なら昇級でもとしている馬です。11レースのトスハートは距離延長でさらにとしている馬です。はい、では土曜日新潟競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りのち雨となっています。1レースのロードセッションは障害への出走となりますので今回は括弧となります。3レースの新軍バズーカも今回はダートの出走となりますので括弧となります。10レースのアランチャーミーゴは馬場レベル低下で頭妙味ありとしている馬です。同じく10レースのサンデージャックは重い芝の 1800m ベストかとしている馬です。はい、では日曜日東京競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨のち曇りとなっています。6レースのゲレーノワールは昇級でも通用、控える形鍵としている馬です。7レースのサトノフォーチュンは距離短縮見直し中山デモとしている馬です。同じく7レースのタイフォンは馬場レベル低下で狙いという馬です。三角の状態です。8レースのグランツアーテムは東京ベスト東京 2100m が見たいとしている馬です。同じく8レースのクリーンスレイトは東京 1600m 以外の適性に注目している馬です。11レースのアフリカンゴールドは延長で刺す競馬が見たいとしている馬です。同じく11レースのハーメキティストは重い芝 1800m がベスト、 2000m なら平坦としている馬です。三角の状態です。12レースのチビラーさんはためる競馬で巻き返しとしている馬です。同じく12レースのリフレームは馬群を嫌がるという面があります。はい、では日曜日阪神競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨のち晴れとなっています。7レースの全のジャストはダートで一発を期待している馬です。8レースのタイミングナウは非急半で巻き返し注意となりますので今回は括弧となります。同じく8レースのランドボルケーノは軽いダート 1400m が見たい、 1200m も OK としている馬です。9レースのカジフェイスは 1400m の時計が優秀だった馬です。同じく9レースのテイオースパロールは昇級通用、距離延長に興味ありとしている馬です。同じく9レースのモンゴリアンキングは危険マークがついていて軽い芝はハテナとしている馬です。10レースのジェラルディーナは9月5日のレースで瞬発力を披露した馬です。11レース秋華賞のアナザーリリックは軽い芝が合うとしている馬です。はい、では最後に日曜日新潟競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨のち晴れとなっています。4レースのハーツシンフォニーは重いダートの長距離を理想としている馬です。7レースのエイシンリヒトは現状花を切ってこそとしている馬です。三角の状態です。9レースのフィアスプライドはブリンカーで一変昇級デモとしている馬です。10レースの獅子王は 1200m の重い芝で狙ってみたいと思っている馬です。11レースのインターミッションは中山 1800m も見たいとしている馬です。同じく11レースのビオグラフィーは時計勝負の千人への対応に注目している馬です。三角の状態です。11レースのヨハンはこれはダートでの単票になりますので今回は括弧となります。11レースのロンドンデソーローもこれもダートの単票となりますので今回は括弧となります。レベルが上がりました。今週の注目馬は以上となります。毎週の解雇による競馬力アップは月曜日19時、宗広義隆の中央競馬全レース解雇をご覧ください。この動画に対する高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。